はい、やはりですね、忍者だといえば、チャンバラアクションです。他のプレイヤーに打撃を与えることでですね、倒さなくても少量のポイントは入ります。ただですね、やはり相手をですね、KO することで得られるポイントはやはり大きいものがあります。まあ、このように KO ですね。はい、さらにですね、この忍者ら最大のポイントとなるのは、1本となっています。1本はですね、KO よりもですね、多くポイントが入ります。ただ少し難易度の高いポイント技となっています。ガムシュートであったりだとかガムブレイクなどで、相手をですね、ガムで拘束した状態から相手を KO すると1本になります。じゃあとりあえずやっていただきましょうかね。はい、画面を見ながらまず相手をガムで拘束し、そしてまたガムでと、このようにガムで拘束されます。こう身動きできなくなった状態をから攻撃を繰り出すと1本といった形になります。ガムガードでですね、相手の攻撃を防ぐことができるようになっていますけれども、ガムブレイク攻撃されるとバインド状態になるので要注意です。ではちょっとやってみたいと思います。まずガムでこう防御をします。はい、攻撃するとこれ防御ができます。まあ、ちょっと少しずつガムが小さくなっていきます。そしてガムがちょっと膨らませなくなります。さあ、そしてガムブレイクをしていきます。このようにガムを膨らました状態でガムブレイク攻撃をされると拘束されてしまいますので要注意になっています。はい、またですね、総裁と言われるですね、まあ、いわゆるチャンバラで言われるつばぜり合いのようなものなんですが、こちらにですね、競り勝ちをするとですね、で KO すると1本といったものになります。総裁はですね、基本的に攻撃が同時に発生した場合に起きます。総裁が発生すると、右か左右にですね、入力をしながら攻撃することで、攻撃に変化が、起きて、3すくみといったものが発生します。それではちょっとやってみたいと思います。これ一斉のせでやらなくちゃいけないんでいきます。一斉のせ、このような感じですね。回り込みます。はいこのような感じで、基本的にはつばぜり合いが起きて総裁という中の3すくみになっています。もう一回じゃあやってみましょうかね。はい、一斉のせ、これですね。はい、という感じで1本という形になります。